プラグ大学のために開けていただいたんですけど、もう1日、この8月27日をですね、急遽皆さんに開けていただきました。なかなかここ調整しづらかったのでですね、今、お話、ご紹介にあったようにですね、自転車で彼が回ってるんで、非常にスケジュールが取りにくいんですね、いつここに着地するかわからないということだったんで、でも突発の お知らせにもかかわらずですね、今日もたくさん、場外からもですね、お越しくださって、本当にありがとうございます。今日はですね、特別講義ということで、全国を回って分かった先輩の強みと弱みというお話をですね、いつもとはちょっと違った講義のスタイルでお話をお届けしたいなと思います。ただ、いつもながらですね、町長、副町長、そしていつも窓口になってくださっている渡辺さん、阿部さん、佐久間さんへの感謝、それからお集まりいただいているですね、この学生の皆様、そして町民の皆様、そして県外、そして町外の皆様、そしてメディア各社の皆様、そして日経 BP の、ね、皆様に感謝するところから始めていきたいなというふうに思っています。辰巳亮太さんと僕はですね、普段から自転車のレースに出たりとか、トライアスロンの大会に一緒に出たりとかね、マラソンの大会に世界中でいろんなところに出たりとかっていうことをですね、続けている中です。で、実は辰巳亮太さん、すでに沖縄からこの旅をスタートして、山形はもう通過しているんです。最初日本海側の方から回っていったんで、鶴岡から連絡があってですね、今鶴岡なんで来てくれというふうに言われてですね、鶴岡に行ってこのようにクラゲの前に写真撮っています。そこから彼は北上してそのまま北海道に入るんですね。北海道から U ターンしてこの後沖縄に戻るんですけど、その途中で実は昨日の夜も僕仙台で会ってるんです。夜の11時ぐらいで、今朝用意どんで僕は車で戻ってきてるのに、もかかわらず旭町に入ったからほぼ同時刻恐ろしい自転車のスピードでここに南下してきていますが、そんな辰巳亮太さんを今日はお迎えしています。今日のアウトプットはですね、いつもみたいになんかビジネスの話とかそういうことではなく、小さな町の問題点と未来について、語ろうよと、今日そんなに大きなサイズにならないってことを僕分かっていました。なぜかというと特別講義で突然突発でこれ決めたものだからです。だからこそ普段できないようなですね、ディスカッションをいっぱいやっていく会にしていきたいと思います。まずこんなとこから今日始めていきたいなと思います。僕非常に1年330日は出張だから、旅することが仕事の一部だったりとかするんですけど、僕が非常に好きな言葉の一つに、旅は人を謙虚にするっていうアンデルセンの言葉があります。そうですね、やっぱり自分が本拠地をなんとなく持ってないからこそですね、いつでもよそ者の感じがするんで、やっぱり謙虚にならざるを得ないと、いろんなこの意味捉え方があるんですけど、この言葉、非常に僕はですね、自分で実践していても本当だなっていうふうに思います。なのでぜひですね、旅、これ皆さんにも聞いてみたいなと思います。今日大体5人掛けの席ですけど、もちろん1列だったら1列で構いません。もし2人3人ぐらいがまとまりいいようだったら、ぜひお隣の方まだ知らなかったら、この機会に自己紹介なんかをしながらですね、ぜひ皆さんが今してみたい旅、もしくは皆さんが理想とする旅って一体どんなものか、いやこんな旅してみたいんだよねとか、それこそ自転車で僕も日本ね往復やってみたいんだよね、そんな話でも構いません。ぜひですね、ちょっと 2,3 分使ってお隣の方と皆さんの理想の旅、これを教え合っていただきたいと思いますので、ちょっと会場を温めるためにもですね、ぜひそんなことをシェアしてみてください。ちょっと 2,3 分でいきましょう。皆さんの理想の旅教えてください。どうぞ。
ありがとうございます。ありがとうございます。会場が程よく温まったところでですね、ぜひ、辰巳良太の旅っていうお話からですね、今日は始めていきたいなと思いますけど、まあ、一体どんなルートで回っているのか、どんなルールで回っているのか、まあ、そもそもこんなことを始めたきっかけは一体何なのか、もともとは何をしていた人なのか、この旅を通じて得たいものは何なのか、ゴール後は何をしようと考えているのか、そんなことをですね、まずは辰巳良太さんからお話を伺いたいなと思いますので、辰巳良太さんです。皆さん拍手でお迎えください。はい、皆さんこんばんは。どうも。お忙しい中、急遽、この場を、開いていただいてありがとうございます。お越しいただきましてありがとうございます。辰巳良太と申します。本日はよろしくお願いします。まあ、プロの旅人のためにものすごい肩書きをいただいてお話しさせていただいて、すごい光栄です。実際プロの旅人っていうふうに自分では名乗ったことは一度もなくて、リュウさんがそういうふうに言っていただいてたんですけども、まあ、ちょっとは実は皆さんがどんな想像をされているかわからないんですけれども、一般的にそういう旅をしている人とはちょっと違う旅をしています。旅をしているというか、実は結構いろいろな、こういう場で講演をさせていただいたりとか、大学授業させていただいたりとか、あと、すごい特徴的なのは、毎週末で日曜日に全国各地で自分主催の、イベントをしながら、全国でずっと新しい土地に行って新しい人たちと出会い、新しいそこでイベントをしてっていうのをずっとやり続けてもらっているものですね。なので、自由気ままに旅をしているというような感じではなくて、まあ、実は自分なりのプロジェクトみたいなのを持ってやっているので、この後どんなことをやっているかということは話をしていきたいなと思うんですけれども、まずは、じゃあ、この、まあ、3つ目ですね。もともと何をやってきた人なのかというところから、まあ、なぜその旅を始めてきたかというような話を、お話をさせていただきたいなと思います。まあ、この、まあ、見た目からするとなんかどこのチャラチャラした兄ちゃんだよみたいなふうによく見られることがあるんですけども、ここら辺のプロフィールはいいです。実はもともとは、東京で、ビジネスコンサルタントとして、まあ、結構経営者の方々向けに、じゃあビジネスをどういうふうに設計するかとか、それこそリュウさんがやられてるブランディング、その企業のブランドをどうするか、個人のブランドをどう作るかというところの、支援をさせていただくような仕事をしてました。東京の大学を出て7年間、そういう、コンサルティング業界におりまして、実は、この前で立っているのが、私で、結構ここにいるのは何百人の、企業家の経営者の方々というような形で、結構割と昔は真面目にというかスーツを着てネクタイを締めて、そういう人前でお話をさせていただいたりとか、まあ、経営をどうしたら本当にうまくいくのかというふうな話をしていた、まあ、割とバリバリのビジネスマンを、しておりました。ただその中で、ハワイにちょっと出会うってきっかけがあって、そのハワイ、特にネイティブハワイアンですね、原住民の人たちが大切にしていた価値観、文化とか、それを元にした生き方とか、それのを使ったビジネスの仕方というものに触れるきっかけがあって、まあ、これは自分のそういう人生をかけて、そのテーマを追求していきたいなと思って、29の時、29の時にハワイに移住しました。で、ハワイでは、まあ、ハワイのその文化をいろいろと学ぶということで、勉強していたら、最初はオアフ、なんかそのハワイのワイキキとか、そういう、まあ、街の中で、まあ、教育の仕事をしていたんですけども、もっともっと深く精神的にあたって、その自然との共存とか、もっともっと、なんですか、もっと田舎の方というか、山の中で、その自然と共に生きることから学ぶ生き方みたいなものを、が実はハワイを大切にしているってことを知って、もう山の中に突然行ってしまったんですね。山の中で農業したりとかしながら、自然と共に生きるという生活をしていました。これバナナを背負っている僕です。とかあとは、まあ、その山の中で豚を飼って、これは食用なんですね。1年間かけて、大きくしてるんですけど、そういう豚を飼ったりとか、まあ、カメレオンが出てきたりとか、そこから、すごくその命、実はあまり意識はしてないんですけど、この世の中ですごい命が循環してるんだなということを学んで、まあ、いろんなたくさんのものをいただいていて、まあ、食事としていただくとか、関わり合いの中でいろんな人からいろんなものをいただいていってるってことを
大切に生きるということが大事なんだということを学んで、ライフキャンプという命のキャンプということをハワイで、これは豚の丸焼きというところですね。豚の命をいただくとか、あとは農業をしながら、自然からその命をいただいているということを感謝して、これ、ちょっと分かりたいですね。真ん中に豚の顔で頭の部分だけ残して、みんなで囲んで、命をいただきますということをやるようなキャンプをやったりとか。あとはそれを、いただいてあるんじゃなくて、その命をじゃあどう使っていくのが、じゃあ本当に自分の人生なのかということで、こういうゲームをしながら自分らしさってどんなものかを見つめていくような、アクティビティをするようなことをしましたとして、そういうキャンプをやったりとか、こんなハワイで大自然の中での生活をして、今年の春に帰国をしました。で、これがですね、このライフキャンプというものが、そのハワイの価値観をもとにしたという生き方とか、じゃあ自分がどういうふうに生きたら幸せなのかということを感じれるものとしてもすごい、参加してくれた人にも喜んでくれたりとか、僕としてもやってすごい、これはいいものだなと、これはぜひ日本に帰ってもっと多くの人に共有したいなと思って、始めたのがライフというイベントで、それが今私が日本を回りながら全国でやっているものですね。これが、3期の時にここで、日本を回るというふうになって、そこから、沖縄、鹿児島、長崎、福岡、広島、神戸と、こんな感じで全国でこれ毎週日曜日に、ずっとイベントを、開催しながら、自分たちのじゃあどういうふうに生きていくと幸せなのかみたいなのを感じていくイベントをやって、これが先週、石巻で先週の日曜日ですね、開催したものです。その後、仙台に戻って、そのまま内陸に来て、今日ですね、今日自転車でここに到着を、してきました。でただ、そのイベントをやるだけじゃなくて、イベントをやるにあたって当然いろんな人に来てもらわなきゃいけないんですけれども、僕の旅の特徴としては、もう泊まる場所を決めてないんですね。やることも実は決めないで行って、そこで出会った方の家に泊めていただいたりとか、ずっといろんな方を紹介してもらって紹介してもらって紹介してもらって、いろんな方とつながっていくということを目的として動いてます。でもちろん全国にそんなに友人が多いわけではなかったので、初めて行く県もあります。誰も知らないところもあったんですけれども、ずっとこういう生き方をしてて、こういうことを話して面白い人がいるからぜひ会った方がいいよというふうに、もうずっといろんな方がご紹介いただいて、ずっと行く場所行く場所でいろんな方とつながらせていただきながら、そんなたまには幼稚園とか大学とかに呼んでいただいて講演をしたりとか、そういうふうな出会いをずっと大切にして、今ここまで来てます。で沖縄を出発して、こんな道を通ったり、こういう大自然なところだったりとか、いろんなところを自転車で回りながら、ここまで来て、もともとこれ実は始めたきっかけとしては、ハワイに僕が住んで、これからじゃあ日本に帰ろうっていうふうに決めた時に、何やろうかなというふうに、当時考えたんですけれども、実はもう本当に思いつきで始めてしまったんですね。ハワイ島で車を運転している時に、ラジオマウナケアという富士山の高い山の横を走っている時に、それまで音楽でラジオを聴いてたんですけれども、標高が高くなるから聞こえなくなってオフにして何も無音の中で走ってた時に、あって自転車で日本一周して全国でイベントやったらすごく面白いんじゃないかって思ったのが実は一番最初のきっかけで、本当にひらめきみたいなところから始めたんですよ。ただ、そのひらめきが、あってすごくいいなと思って、なんでそれじゃ具体的な形にしたかっていうと、やっぱり海外に行ったからこそ初めて自分は日本のことを全然知らないなと思ったので、もっと知りたいと思いましたし、でもっともっと自分が学んだこととか、これは大切にしたいなって思ったのをもっともっと共有したいって思ってたことと、あとは自分が今後いろんなビジネスをやっていったりとか生きていく中で、この日本を回る中でいろんな方と出会うってことがすごく自分の資産になるし、その出会った方々にとっても価値があるものにできるんじゃないかなというふうに思っていろいろと思います。で、あとはいろんな土地をずっと、まさに今日のテーマになると思うんですけれども、いろんな土地を回っていく中で、日本ってやっぱりすごくいいところだなっていうのをやっぱり正直思ったんですね。すごくいいところが多いと、ものすごく、いろんな特に地方、田舎と言われるところに行くと、
すごくいいところがいっぱいあって、でもそういうところには残念ながら人がすごい少なかったんですよね。不思議だなと思ったんですけども、で僕がすごい、あ、ここ幸せいいなって、すごい皆さん人も温かいし自然も豊かで、なんかそこにいるだけで癒されるなっていうところには人がいなくて、でも一方、まあ、都心と言われるような人がすごく集まっているようなところは、みんななんか眉間にしわを寄せて、なんか下を向いて歩いてて、なんかあんまり楽しそうじゃなくて、だけど人がすごく多いって、何なんだろうここはって思って、なんかこの人口が集中しちゃっているっていうのは、これってなんかいろんな常識だったりとか、こうあるべきみたいなのが強いからそうなってるんだろうなと思って、あとはその地方がなんかもすごくうまくいっている、なんかそれでもやっぱり人を集めているような地方と、まあ、やっぱりなんか自分たちが一生懸命やってるんだけどなかなか盛り上がっていってない地方があって、まあ、それってどんな違いがあるんだろうとか、まあ、そんなことを感じていろんな人とお話をしていく中で、あ、そうかと、うまくいってるところってこういうところが明確に意識としてとかやってることが違うんだろうとか、なんかそういうもっともっとこういうことをやればこの土地ってめちゃくちゃ良くなるのに全然惜しいっていうところが結構あるんですね。なんでそういうのとかをなんかいろいろと今日もそうですけどもいろいろ話しながら、なんかもっともっと日本のいいところが再発見されていったらいいなっていうようなことも思いながら今回ってます。これも、まあ、いろんなところを回ってきて、で今ここにいるっていうのが、そんな流れで今ずっと日本を回って今ここまで来ています。ここまでが第1章ということでね、どういうルールでどういうルートでね、回ってきて何をしているのかというところだったんですけど、今日はテーマとしてはですね、旭町の強みと弱みということなんで、まあ、当然今日彼は今日午後初めて旭町に来たんで、旭町の強み弱みって、まあ、実際は分からないわけですけれど、ただ全国いろんな市町村を回っていて、自転車ってまあとってもいいスピードなわけですよ。車とか飛行機じゃ分からないですね、風景が見えるっていうのが自転車で、自転車って一番程よいスピードなんじゃないかなと僕思うくらいですね、とても便利なツールです。なんで旭町の人もですね、もっともっと自転車活用してほしいなって思っています。なんで僕も普段いろんなところで旅して回って感じる日本の小さな市町村の問題点、そして彼も自転車で回りながら感じている日本の市町村の問題点、これと旭町を多少絡めながらですね、問題点という部分をこの第2章でまず辰巳亮太君の方からですね紹介していきたいなと思います。どんな問題を感じていますか？はい、じゃあ、4つ、私の方でこれって問題点、あともったいないよなとか思ったりとか、もっともっとこれうまくいったらいいのにって思うことを、まずまとめさせてもらいました。まず一つ目ですね、これは結構、どちらかというと制度の問題なのかもしれないなと思うんですけれども、結構いい、特に生産地の方にすごいよく思ったのが、すごくいいものを作ってるとか、いいことをやっているのに、それこそ例えば何とか協会があって、そこから抜けて例えば販売をすると、もうそこからそれこそもう排除されちゃうから、その今ある販売のルートがなくなっちゃうからできないとか、本当は、ね、すごいいい商品があって、これって消費をする側からすると、例えばじゃあ1万円とかで売られていて、だけれどもこの協会でやるとそれも10分の1以下の値段でしか実は売れてなくて、じゃあネットでやった方がいいのに、でもそれでやるとこっちからすごく冷たい目で見られちゃって、できないと。でしかもネットで売れればいいんだけど、それがどうやってやったらいいか分かんないし、それが失敗したらどうなるか分かんないとかって、なかなか新しい一歩を踏み出せない人っていうのがすごい多いんだなってことを感じました。それは制度の問題は多分大きいと思うんですけれども、でもその常識に縛られてしまってもう何もやろうとしないという人も結構多いなって、なんかそこをもっともっと今って新しいそういうマーケティングの仕方とか、まあ、今ウェブだったりとか SNS がこれだけ流行ってるというか、つながってるのになかなかやれない、やろうとしない、やれたらいいんだけどって言いながら、なかなかそこの一歩踏み出せないっていうような人っていうのはすごい多いのももったいないなって思います。特にいいものを持っている人たちが生産も得意なんだけど、新しく広めていくってことをやらない、やれないって思ってるのが、ごめんなさい。
あとこれは、街全体に対して思うことなんですけども、この街ってこうだよねみたいなイメージを持っているところってすごく人が集まっているんですけれども、それがなんか街としての共有のイメージがないところってすごい多いです。で、すごく僕は長崎に行った時に、その長崎で、アメリカンレストランをやっている経営者の方が言ったことがすごく印象的で、どんなことを言ったかというと、その方はアメリカンをテーマにしたレストランをすごく近いところに何店舗も出しているからだったんですね。普通に商圏を考えるのであれば、お客さんを食い合っちゃうから、それこそ徒歩10秒ぐらいのところに自分に似たようなアメリカンレストランのお店とか出してるんですよ。それって普通で考えたら絶対にダメでしょうって、僕は思ったんですね。普通に考えたらもっと遠くでいろんなところでマーケットを作った方がいいのに、なんでこんなに近くでしかも似たようなテーマのところやるんだって話を聞いたら、それは街を作るためだというふうに言っていて、人は面白いものがやっぱり集まっているところに集まると。で、俺は佐世保だったんですけども、俺は佐世保をもっとなんかアメリカンの街にしたいんだよねと。だからそこにアメリカンのお店がいっぱい来れば自然と人がまずそこに集まるようになるだろうと。だからで実際にそこはアメリカンだからなおさらなんですけども、やっぱ米軍の方とかすごい来るようになっていたりとか、でそれを魅力に感じて日本人が来るようになってて、実際に盛り上がってるんですよね。だからその徒歩10秒のところのお店にあっても両方ともやっぱ盛り上がっていて、でかといって別にその経営者の方はこっちで集まったお客さんを次はこっちに行ってねみたいな、そういうことも全然やってなくて、同じ人が経営してるって分かんないような状態なんですけども、やっぱりそこで結構ちゃんと街になってるとかね、なんかそういう風なイメージがあるってすごい強いな。じゃあ、ここの例えば朝日町だったら朝日町ってこんな街だよねとか、そういうのがなんかすごく分かりやすくあると、あじゃあそこ行ってみようってなりやすいのに、でもなんかそれがやっぱり統一されてない街ってなんかすごい多いなと思うので、なんかそういうイメージっていうのがもっともっと各地でできていくと、いいんじゃないかなっていうのが一つ感じました。次、3つ目、自分たちの魅力を知らない。これ結構ほとんどのところがそうです。自分たちが当たり前にやっちゃってるからなんですけれども、外部の人が来たらすごく面白いって思うことがあるっていうのは当たり前な、それもそうなんですけども、もっとひどいというかもったいないなと思うのが、同じ町でも知らないっていう、同じ町に住んでても知らないって言って、帯広に行った時にトウモロコシを生で食べれるっていうのを僕は初めて知って、で本当にトウモロコシ農園に行って生でもぎ取ったのをそのまま食べるとすごい美味しいんですよね。でなんかそういうなんかツアーみたいなのがあって、それを、僕が、そのツアーみたいなのをやっている方と知り合って、その帯広に住んでる人にって話をして、こういうの行くからよかったら一緒に行くかって言っていたら、やっぱその人も全然そういうのがあるって知らなかったとか、でその周りの人もやっぱ知らないみたいな。でもこれって絶対にやっぱ面白いよね。別にその生のトウモロコシが面白いってだけじゃないんですけれども、こんな、素敵な世界をなんかそういう共有しているのに、それが地元の人がやっぱり知らないというのはすごいもったいないなと。なんでまずそもそも自分たちの魅力を知らない、で地元でもこういうのが当たり前っていうふうになっている、外から見ると魅力的ってことは実はすごく多くて、なんかそれをみんななんか知らずに当たり前だからこそなんか繋がっちゃってるっていうのが多いな。それはもうすごいもったいない。それとつながると思うんですけども、4つ目のことは、他の町のことを知らないし出ていくことがすごく少ないっていう、出ていくっていうのは別に移り住むという意味じゃなくて、他のところに行っている人って結構少ないなと思ったんですね。特に地方の人が、そうですね。やっぱり他のところに行くからこそ自分たちの当たり前が当たり前じゃないことを知れるし、なんか他の良さが分かるのに、なんかなかなかその一歩を踏み出している人たちが少なくて、いやこういうもんだからみたい なんかそういう常識がすごく多いなっていうふうに思ったのがすごく印象的です。やっぱり僕は東京に住んでてハワイに移住して、でハワイに行ったからこそ日本の魅力が分かったりとか、日本の常識がハワイだったら非常識、日本とハワイって比較的近い方ですけども、やっぱり海外に行くと今まで常識だったことが全然非常識だったりと か、 なんか当たり前がそもそもなんか実は違ったんだみたいな結構多くて、
なんかそれが外に行くからこそ自分の世界が開けていて、あ、じゃあもっとこういうことってしてもいいんだねっていうふうな、なんかそういう選択肢が広がるのに、まあ、そもそもなんか自分はもうこういうもんだからっていうふうになかなか外に出ていかない人って結構多いなと思うので、それをもっともっと他のことを知ることによって自分たちの魅力が分かるっていうのはあるなと。あとは他の、まあ、出ていかないのつながりなんですけども、僕はすごい回っていて観光地とか人を集めるものって何かなと思ったんですけども、一番集めるのは人を集めるのは人だなと思ったんですよね。やっぱりこの人がいるから行くっていう、旅行とかもなんかこの土地がここの観光地があるから行くっていうよりも、なんか知り合いで誰かがいるから行くっていうことってやっぱすごく多くて、やっぱりそういう人が観光地と、観光地っていうと変な表現ですけども引きつけることってすごい多いのに、そもそもだから自分が動かないから、自分が動けばいろいろとその自分が一回外に広がってるから逆に帰ってくることってすごく多いのに、やっぱり自分が待ちばっかり待ってばっかりいて誰も来ないっていうふうにやっぱ思ってしまう人ってすごいんですけども、本当に人を集めている人ってその人がもう全然そこに実はいなくて、いろんなところに行っていろんな人と触れ合ってるからこそ自分のところにたくさんの人が来てくれてるっていうふうな状況があるんだろうなと思うので、やっぱりもっともっと人を集めたいとか盛り上げたいっていうのであれば、もっともっと外に出ていくというような習慣を持った方がいろんなところで利点が出るんじゃないかなってことを感じました。はい、じゃ ありがとうございます。ね、いくつか今お話聞いてて僕も付け加えたいなと思うところもあったりとか思い出したこともあるんですけど、まあ、まずは他と違うことをやらない環境があるので、まあ、我々ブランド化の推進に取り組んでいる町です。でブランド化とかブランディングとかブランド作りって、まあ、言葉全部同じですけど、一体何かというと他がやってないことをやるっていうことですね。もっと言っちゃえば他がやってないことをやるっていうのが戦略です。他がやってることをやるっていうのが戦略って言えないんですね。なんで他と違うことをやる勇気、そして何だろう、前例がなくても突き進むガッツ、やっぱこれはねとても大事なんで、ぜひこれはですね、辰巳亮太さんがいろんなところ回ってこういう街が多いっていうことは、我々はそこから脱する必要があるということが言えると思いますので、それがまず一つですよね。あとブランドっていうのはイメージの集大成です。ね、いろんなイメージが断片的にその人の頭の中に入っていって、初めて遊びましてこんなところっていうブランドがなんとなく頭の中にいるわけですよね。だからそのイメージに統一性とかそのイメージの発信に継続性がないと、朝日町というブランドは一向に町外の人に植え付けられないので、やっぱりイメージとても大事です。から自分たちの魅力を知らない、そうですね、物を一個でも多く売っていこうっていうふうに考えていたらですね、まず自分たちがその物のファンじゃなきゃいけないし、ユーザーじゃないといけないと思います。最近よくいろんなところで朝日タウンの T シャツみんな着てますね、みんな売れてますね、すごいですねってよく言われます。3年なのによくってね言います。もちろんそれ学生のサポートになってるっていうチャリティーの、ね、一環であるっていうのが売れてる理由の一つかもしれないけど、僕ね、自画自賛するわけじゃないですけど、なんでこれ売れてるかっていうと僕が着てるからなんですよ。僕が着てることがこれとても重要なんです。これ多くの生産者に言えることなんですけど、 T シャツ作っておいて着ない、キーホルダー作っておいて使わない、ね、食べ物作っておいて、いやうちの子には食べさせられない、ね、そういうふうに言う人もいっぱいいたりとかするんですけど、自分が自慢できないもの、ね、人が買ってくれるわけがないんです。なんで、もし自分のものを一個でも多く売りたかったら、自分の町のものを一個でも多く売りたかったら、まずは自分が最高のユーザーになっていくことが大事です。僕ここで来てるだけじゃないですからね、これいろんなとこで全国で僕の写真いろんなとこで Facebook とかに出てるかもしれないけど、結構来てますからね、まあ単純に選択する時間がないから次から次に来てるっていうのもありますけど、ね、でも自分たちの魅力を知り、そして自分たちがその魅力をしっかりスポークスマンとして伝え、ユーザーであるっていうことがとても重要ですね。で他の街のことを知らない、出ていかない、これもとても重要なんですけど、人と会って人と出会うから今度行くよっていう要素は本当に多くてですね、
僕はあの盛岡市の観光推進委員会の委員でも今現在あるんで、盛岡市ではよくその大学の観光科の教授とかでこういう研究をやってるんですけど、インバウンドの数とアウトバウンドの数って同じなんですよ、どこで研究しても。つまりうちの町来てけろじゃダメなんですよ、ね、うちも行かないと来てくれないんですね。これなぜかっていうと、電車も飛行機も空気を運びたくないからですね。一方だけ行っても帰り空っぽだったら意味ないんですね、じゃあどうやったら一番こうやって観光地人が集まるのかっていうと、やっぱり来てほしい土地、例えば分かんないですけど、オーストラリア人にいっぱい朝日町来てもらいたいったら、我々がオーストラリアに出向いて、つながりを持って、そして、そのパワーで連れてくるっていう、これが大事なんで、どんなに綺麗なデザインのポスターで朝日町来てけどってやってもダメなんですね。なんで我々が出ていくっていうこともとても重要です。だって今アップルニュートンが売れていたりとか、もしくはここに柏屋旅館の柏原さんっていう方が講師に来ましたね。あの方ここで講義した後に朝日町ワインを買っていって、今旅館で朝日町ワインを使ってくれてるんです。なんでか知ってます？柏原っていうワインがあったからですね。名前が同じだから、ただそれだけの理由です。でもね、彼ここに来なかったらそういう発想にはならなかったと思いますね。でも来てくれて交流を持ったからそういうふうにしていった。アップルニュートンの彼もそうですよね。静岡からわざわざここに講義に来てくれて、つながりができたから、彼はアップルニュートンを自分のお店で使おうと思って今静岡県に出て行って、あさって町長を静岡に食べに行きますけど、そういうようなつながりができるわけですね。なんで行ったり来たり、これがとても物を売っていく上でも、もしくは観光のこのインバウンドアウトバウンドの数を増やしていくためにもとても重要だということが言えると思うので、今挙げたのは問題点、僕も共通して思うところだったりとかします。じゃあ僕も全国自転車じゃないですけど、飛行機とね、タクシーとか新幹線ね回って、僕が感じるところって一体何かっていうとですね、これ僕がね、どこの市町村に行ってもすごく思うところですね。楽しそうに仕事をしていない大人が多すぎるね。だったら町からどんどん人は出ていきます。だって楽しそうに働いてない大人がいたら、うわ俺将来あんな風になりたくねえなって子供たち思うの当然だと思います。俺出てこい。なんで楽しそうに我々が仕事をすることが、ここの人口を増やす、爆発的には増えないかもしれないけど、少なくとも転出者よりも転入者を増やしていく上ではとても重要ですね。我々が楽しそうに仕事してなかったら、楽しそうにものづくりしてなかったら、そこから買いたいなんて誰も思わないですね。でもこういう大人多すぎますね。仕事とはそもそも辛いもの、辛いことを我慢してるから給料をもらえる、こういうふうに考えている人が、まあ労働人口の9割そうですよね。日本労働人口何人か知きますか？8000万人ですね。1億2000万人のうち8000万人は働いている人たちなんです。8000万人中、まあほぼほぼ7800万人ぐらいは、多分そういうふうに考えているでしょうね。我々はですね、7500人という町ですから、どうか過半数の人がですね、せめて楽しそうに笑って働いている町になっていったら、それだけでも輝くんでしょうね。だから褒めるが全体的に少ないなって、僕はどこの地方の会社行っても、どこの首都圏の会社に行っても、市町村に行っても、まあこの町役はもともとそう思っていました。だから僕のチーム、ブランディングチームはめちゃくちゃ褒め合うチームに今していっているんですね。やっぱり褒め合うっていうことは、これ無料なんだから僕はもっともっとやるべきだっていうふうに思っています。でもどうしてかな、なんだろうな、大人はあんまり褒めないもの、そんなのできて当たり前ね、そういうような、なんだろう、常識のこと働いている人が多いです。でこれって実は関連してるんですよね。褒められれば楽しそうにもっと頑張ろうっていうふうにね思ったりもするわけなんで、まあ、リーダーって言われる人たちからやっぱり褒めていく、具体的に褒めていくね、そういうような練習をここでやりましたよね。ぜひぜひ褒める機会、回数を具体的に数値化するといいです。ビジネスは全て数値化すること、これがルールナンバーワンですね。なぜかというと、 A さんが頑張るっていうのと B さんが頑張るっていうのは違うわけですね。俺頑張りますって A さんが言う頑張るのと B さんが言う頑張る違いますからね。どれぐらい頑張るか、前年比パーセンテージでどれぐらいアップで頑張るか、やっぱりこういうふうにですね、なるべく僕も数字好きな方じゃないですよ、好きな方じゃないけど、でも数値化していかないと尺度がないんですね、ビジネスって、ね。なんで褒めるもそうです。
俺先週誰も褒めなかったな、じゃあ今週は2人の部下をちゃんと褒めよう、ね、これでもいいと思います。だけど2を褒めるっていうのはこれ誰の時と2は同じですからね、なんで具体的にですね数値化して褒めるをやっていくといいかもしれないですね。これ平均や年齢を気にしすぎます。僕から年齢聞かれた人いますか？この中にいないですよね。今後1年半聞かないですよ絶対。僕町長が何歳かもしれない、副町長が何歳かもしれないね、別に関係ない僕にとってはね、年齢がどうだからとかね、もしくは平均がどうだからとか何歳までに結婚してなきゃいけないから全然関係ないですね。何歳になってもやっぱりチャレンジする、これはアメリカの社会だったりとかします。これが僕はずっとやっぱりアメリカで育ってきて非常に一つのアメリカの好きなところでもあると思いますね、なんでなんだろうな、自分でカウントダウンを始めた時から多分老いって始まると思います。僕は41歳になっても現役でマラソンランナーとして表彰台に立っているのは何か、僕だって自分20代だと思ってますもん自分でね、でもそういうような平均とか年齢、コンビニ行って雑誌見ても平均値はこうだ、ね、みんなの給料の平均値はこうだ、まあ、そんなの見ながらですね自分は上だ下だって一喜一憂してる。でもそんな今日本だって多種多様な社会になってるんだから平均なんか取りづらいですよ。もう上と下こんなですよね。その平均値なんて何の意味もないですね。なんでそれを見ないこと、ね、これがとても重要だと思いますね。から景観の問題です。看板上り等がものすごくしょぼく、そしていらない、これとても重要です。これはフェラーリのデザイナーの山形出身の奥山さんね、いらっしゃいますけど、奥山さんの本の中にも書かれていましたけれど、地方の小さな町を見ればその国の民度が分かる、ね、そういうふうに、彼は本の中で語っていることがありました。で僕も世界中旅して回って未だに世界中いろんなところで仕事をしてですね、やっぱり地方に行くこともとても多いです。ヨーロッパの地方やっぱりかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいですね。いろんな統一感とかあったりとかするんですね。それに対してやっぱり日本の地方の街を見ると、やっぱりまだまだかね、もしかしたらその奥山さんの言うに言うとしたら、もしかしたら日本国民って民度は低いんじゃないかなって、そういうふうに思うことがよくあります。なんでこんなに違うのかな、運転しながらよく思うんです。まず上りだな、そういうふうに思うんです。なんでみんな上りばっかり使ってるんだろうな、上り以外のやり方ってないのかな、上りみんな見てるのかな、意味あるのかな。特にナショナルチェーンって言われるような例えばコンビニエンスとかそういう子は2週間に1回ある上り書いてあるわけですよ。で上りってよくよく見るとあれ防炎って書いてあります。そうあれ燃えないゴミなんですね。あれえらいことですよ。セブンイレブンなんてこの日本に1万点以上あるわけです。それが毎2週間ごとあの上りの数を書いていったらそれだけのゴミってもうすげえじゃないかなと思います。で看板もそうですね。他のところだったらまあまあまあ統一他の国だったらされてていろんな規制もあったりとかするんですけど、日本の場合は自分の土地だったら買ってなんで向こうは黄色の看板出してうちはピンクだね。やっぱりこういうふうにどん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 やってくるわけですよね。でもね朝日町ぐらいのサイズ、これがねもうちょっと大きな町になっちゃったらもうコントロールはできないんでしょうね。朝日町だったらまだコントロール可能だと思うんです。なんで僕はね、なんとなくなんだろうな、どこ写真撮っても美しくね、いつの時代の映画を撮ろうと思っても朝日町ではすぐに撮れる、そんなような街になってたら本当はいいなっていうふうに思います。これなかなか難しいことだと思いますけど、でもね看板上り等が非常に景観に悪影響を与えているな、これがいろんな街を回って、思う一つの問題点、そういうふうに思っています。以上4つは僕が考える問題点です。で今日辰巳亮太君と僕で問題点だけ挙げて解決策を示さず、それではいさようならって言ったらこれ講演会でも何でもないと思いますね。なのでこの後の時間はぜひ解決策と未来、これを僕と辰巳亮太君で出すんではなく、この会場の皆さんで出していくっていう風にできたら今日はいいんじゃないかなと思います。なんでぜひですねさっきのメンバーでどうか仲間外れが出ないようにしていってください。今書き留めていただいた問題点、皆さんは何が一番問題点だと思ってるか、その中で共感できる問題点全部で8つ上がったわけですけど、ぜひちょっとディスカッションで上げながら、そしてそれをどう解決していったらいいのか、10人いたら10通りのアイデアあっていいと思いますね。そこに正解は全くないです。なんで自由な発想で、うわなんか分かんないけど隣の店も上りやめたらうちもやめるんじゃないのとか、じゃあみんなで一斉のせいでやめるっていうのをやったらいいんじゃないの、別にそんなことでも構わないですね。そこに正解ないし、可能不可能コスト度外視、それでいいと思います。ぜひ
皆さんが気になった問題点、そしてそれの解決策を一緒に語りながらやっていって、そしてまた後で発表しながらですね、我々のトークを交えるっていうふうにしていきたいと思いますので、ぜひちょっとさっきのメンバーに5分くらい、ぜひ皆さんの問題点と解決策教えてあげてください。ちょっと8時まで、8時ちょっと手前までやっていきましょう。どうぞ。ありがとうございます。たぶんいろんなアイデア、出たかなと思うんですけど、一旦ここでいつもながらブレイクを挟んでいきたいなと思います。で、ブレイクの後発表し、またディスカッションといいますかね、我々もそこにいろんなトークをかぶせながらということをやっていきたいと思うんですけど、ぜひ5分ブレイクを取りたいと思いますので、8時5分ますぐらいまでいきましょうか、5分今日。そしてお手洗い行きつつ、またぜひせっかくの機会なので名刺交換なんかをねしていただきたいなと思いますので、一旦8時5分まで解散しましょう。ありがとうございます。